秋葉バスサービスは、静岡県周知郡森町森に本社を置き、袋井市など、中園地方で、主に一般路線バス事業を営む静岡鉄道の100%子会社である。一般路線バスは、JR 東海道本線袋井駅を中心ターミナルとし、袋井市各地や、森町、掛川市、浜松支店竜区、岩田市にかけて、路線を広げる。 特に事実上の鉄道代替である、秋葉線の袋井駅前遠州森町間、秋葉中遠線の袋井駅南口横須賀車庫、大東支所間の便数が比較的多く、同社の2大幹線となっている。本社車庫は、静岡鉄道秋葉線の遠州森町駅跡に立地している。詳細は、岩田市バス岩田線を参照秋葉バスサービスの運賃制度は路線によって異なる。 路線によっては、運賃の上限が設定されているが、2009年9月17日に、運賃値上げを申請し、11月から値上げが実施された。イスズ、日産ディーゼル、日野、三菱の4メーカーすべての車両が在籍している。設立当時は、静岡鉄道バス、静鉄ジャストラインから車両が移籍していたが、最近は、自社発注の車両が増えている。また、 神戸市営バスをはじめとするた事業者から移籍してきた車両もある。以前は、伊子図のマイクロバスも一台保有していたが、吉川線、大川地線の移管に伴い、森町に払い下げられた。低唱者の塗装はしず鉄ジャストラインの色違いで、ブロックパターンは、青の部分を赤、赤の部分を緑に変え、四角枠パターンは、青の部分を緑に変えたものとなっている。 行き先表示は、全車両 LED 装備で、所帯が、妙長体で表示され、正面行き先に、A 字も併記される点がしず、鉄ジャストラインの車両と異なっている。回数券などの販売はしておらず、定期券などを除くと2020年4月1日以降は、現金のみ使用可能である。袋石自主運行バスである、袋井駅、中東園総合医療センター線以外の路線で、 製鉄グループが発行していた、時期式乗車カード、パサールカードが利用できたが、販売を2019年4月30日で終了し、2020年3月31日を、もって利用も終了している。製鉄グループの IC カード、ルルカやエリアの重なる円鉄グループの IC カード、ナイスパスなどに対応させる動きはない。AB、製鉄グループ略年史製鉄グループ。 2020年10月27日閲覧。浜松200か807。秋葉バスサービス。2020年10月27日閲覧。袋井駅、南口乗り入れのご案内。秋葉バスサービス公式サイト。2015年10月1日。閲覧。AB このため、浅名停留所と4パティオ停留所は、秋葉中園線に編入された。 パサールカード販売終了のお知らせ。2019年9月22日閲覧。運賃箱の更新について。秋葉バスサービス。2020年10月27日閲覧。袋井駅、中東園総合医療センター線の時刻改正。経路変更について2021年3月1日付。2021年4月2日閲覧。ありがとうございます。